皆さん、こんにちは。オーサイト専任講師の福沢です。えー、前回ね、全体の学習進度についてお話をしたということで、えー、今回はね、えー、さらに細かく1日の時間の使い方、これをね、お話をしたいということですね。まあ、1日のね、時間の有効活用というようなテーマなんですけれども、まあ、皆さんね、ご自身で時間の有効活用ができてるかな、できてないかなというね、話になると思います。 で、まあ、有効活用ができているかどうかということで言うと、基本的にはね、えー、皆さん、まあ、時間はちゃんと使ってるというふうには思うと思うんですけども、私の視点で考えると、これは、この時期、やっぱりね、どのぐらい勉強を一日にできているのか、という時間のね、捉え方なんだと思うんですよね。まあ、できればですけれども、平日で一日2時間以上。休みの日であれば5時間以上。ここをね、1個の目安にしていただきたいなと思います。 もちろんね、勉強時間イコール効率というわけではないんですけれども、やっぱりね、合格していくためには、最低限というか、まあ、必要なね、時間というのはどうしても出てくると思うんですよね。じゃあね、えー、実際にどうやってね、勉強時間を捻出していくのか、ということなんですけれども、まあ、働いている方もいますし、まあ、主婦の方もいますしね、皆さんそれぞれね、えー、お忙しい中でやってると思います。なので、できればね、 時間をこう二重に使っていくというね、工夫をやっぱりしっかりしていただくのがいいかなと思います。あの、まあ、お手洗いに入っているところとかね、まあ、お風呂とか、食事とか、まあ、そういったものも含めて、まあ、通勤ですね。それからま、何かね、えー、乗り物に乗っている時なんかも含めて、なるべくね、すぐにこう勉強体制に入れるように、えー、細かくね、まあ、スマホだったりとか、そういったものを使っていただいてですね、えー、勉強をしていただくといいのかなというふうに思います。あの、一日の、ま、有効時間、 できれば私は朝一がいいかなと思ってます。夕方以降夜になってくるとどうしてもね、まあ、付き合いだったりとかもありますし、あとね、こう、頭もやっぱり疲れ、一日のね、疲れが出てくる頃でなかなか動かないということもあると思いますので、できれば朝の時間、ね、頭がフレッシュなうちに勉強はしていただくのが非常にね、時間の使い方としては有効なのかなというふうに思います。えー、次回はね、行政書士の実務シリーズ。 お届けしたいと思いますので、ぜひお見逃しなく。